皆さんこんにちは。運の塾の運のです。今日は5月25日の月曜日なので、内容はですね、ラテンアメリカの、コロナウイルスの状況、どういう状況だかということを説明しようと思います。で、まず最初にですね、この昨日説明したグラフですけど、ここはですね、ブラジルしか南米入ってないですね。アメリカ、日本、ロシア、イタリア、英国、中国、ブラジルと。で、その中で、感染者数の増加のペースというブラジルを見てみますと、ピンクなんで、これが急激に伸びているのがピンクの数字ですね。分かると思います。で、イタリアをもう超えようとしているんですね。ロシアの方が加速度が多いですけど、一番左の図ですけど、イタリアを超えようとしてるんですね。で、真ん中の死者の累計数ですけども、これはもう、オレンジがブラジルが大体ですけど、これは急激にですね、イギリスとかイタリアに迫ってる死者数ですね。角度から見ますと、まあこれは5月の17日ですけれども、多分今日はもうブラジルがイタリアとかですね、イギリスを超えてると思います。で、右の方は新規感染者数ですけども、ブラジルが今度は赤ですね。色が変わりました。赤です。ロシアを超えて感染者数が増えてるというのを見てみれば分かります。それからもう一つですね、データとして、これは5月17日現在の、国別のですね、感染者数、まあ、死亡者、それから回復者で人口数どこに書いてありますけど、ブラジルが 25万人ですね、24万人から死者が1万6000ということで、その後にペルーが9万、チリが4万、エクアドルが3万3000、コロンビア1万5000、アルゼンチーナが8000、こういうふうに書いてあります。で、記事の内容を見ていきますと、実はこれ、ブラジルはですね、金持ちと貧しい人たちの病院と違うんですね。で、貧しい人たちの病院はもう満杯だって書いてあります。で、まあ、これ、医療体制の準備ができていないということで、そういう状況をここで書いてるんですね。で、まあ、その日本語、これですね、これがこれはですね、1万人あたりの医療設備で、濃い色がですね、ICU ですね、それから薄い青がですね、ベンチレーターですから人工呼吸器ですから、アルゼンチンとかブラジルっていうのは結構設備が、コロンビアはそうですけど、いいという。あとエクアドルとかチリとかメキシコとかペルーっていうのは全然悪いですけども、アルゼンチンとブラジルは数字がいいんですね。これはね、ただこれこういうふうに書いてありますけど、富裕層向けの病院に備わってるんですね。だから、貧しい人たちには提供されてないという、そういう問題があります。ですから、多分さっきの数字見せましたように、この死亡者ですね、ここのデス、これが今ブラジル1万6000ですけど、ペルー、チリ、エクアドルがどんどん伸びていくと思いますね。貧困者には例えば ICU の設備にベッドはないんですね。で、そういうふうな状況で、まあ、それを、この記事は書いているので、もう少し説明していこうと思います。例えばこうエクアドルですね。エクアドルですと、ちょっと最大都市グアヤキルの話でありますけど、エクアドルの数字見ますとですね、感染者が3万3000、死者が2700ですけど、こんなもんじゃなくなるっていうのはこの記事を読めば分かりますね。というのは、ウイルスがやってきたら絶望するしかないと、もうやってきちゃったですね。で、救急車がないんですね。感染者はピックアップトラックで運ばれる。で、病院には空きベッドない。要するに、金持ちと貧困ってはっきりしてますから、普通、まあ、エクアドルなんて貧困者が多いんで、
自宅で亡くなっても埋葬できない、棺桶もないと、路上に死体放置されると、そういう事態が起こってるんですね。これがどんどん起こってくる。それから2月初めから学校が休みです。それで、感染がなぜ広まったかというと、ヨーロッパから戻ってくる人たちから感染が広まって、病院はいや官僚、政府がですね対応できないと。でここのですね、グヤラキルのシンシアビリティ市長はですね、空港を閉鎖しましたけど、彼女も感染しちゃったということですね。でラテンアメリカの他の都市もここと同様だろうと。でメキシコの病院関係者は、感染者がある点を超えてしまったら医療制度は崩壊すると。このメキシコの数字を見てみますとね、もうここでは南米だからちょっと入ってませんね。チャートはメキシコはあったかな、ないですね。どっかにメキシコがあってる気がするんですよね。これ下にないかな。ないですね。そういうことで、いずれにしてもですね、メキシコももうひどい状態になっているというふうに考えていいと思いますね。で、ラテンアメリカはその内部において格差がひどいというのは、これ裕福な人と貧しい人ですから、ここに書いてあるのはアフリカとヨーロッパぐらいの格差があるんですね。ですから先ほどみたいにブラジルの医療制度がかなり充実しているように見えますけど、それはもう金持ちだけのための病院だということなんですね。ですから医療制度そのものでかなり充実してるんだけれども、貧しい人にはダメだと。コロンビアは1993年に医療制度ができて、 ICU のベッドが10倍増えているということですね。ペルーは医療制度の費用が GDP の 3.3% だが、2015年よりも3分の2も増えているということですね。でラテンアメリカとカリビアンを合わせると GDP の 8.5% が医療費に費やされている。 OECD は 12.5% で、このラテンアメリカはですね、1991年にコレラ、それから2009年に豚コレラ、それから2016年にジカウイルスを経験してるんですね。で最大の問題はラテンアメリカのセーフティーネットの欠落っていうのは、医療制度の分裂と書いてあります。これは貧富の格差ですね。それから役所ですね。それとブラジルの大統領ボルサリーノって大統領いますけど、彼は今回の場合いまだにですね、コロナウイルスは鼻風邪程度だっていうふうなことでマスクもしてないで、彼を支持する人たちがマスクなしでデモをしてるっていう、そういう状況ですね。あと腐敗がありますね。それから都市部の病院は金持ち向けには最先端ですけど、貧しいところの病院とか地方の病院は何もないということですね。でこうした格差が、大衆の不満を多分爆発させると。アメリカの場合もそうですけど、ニューヨークでは結局マイノリティの黒人とですね、ヒスパニックがどれぐらい、3分の2以上ですかね、亡くなったのは。そう、同じような不満を爆発させるだろうと。で実際には昨年ですね、これはコロナウイルスが始まる前ですけど、不平等を訴えて、所得の不平等を訴えて、数百万の抗議があったということですね。ですからここでの表を見ると、なんかこういかにもですね、この数字がですね平均的に見ちゃいそうですけど、そうじゃないんですね。金持ちと貧困者と分かれて、ですから多分死亡者数はこの数字よりはるかに増えていくだろうというふうに、私は想像します。そういうことでここで最後のこう図を見ますと、これブラジルが出てますけど、これは俺にこれですね、こうなってますけど、これ抜こうとしてますけど、これは
感染者数の増加ペースですけど、これはもう赤のイタリアを抜いてますよね。ロシアですか、これですから、まあ、どこまでいくか分かりませんけど、このままこうなっていくでしょうね。まあ、米国ほどにも100万ですからね、いかないと思いますけど、死者数はですね、これがブラジルですね、角度が全然違いますから、これが突き抜けていくのは間違いないですね。ですから、まあ、これは相当数死者数はいくだろうと。貧乏には死んじゃうということですね。それから、新規感染者のブラジル、これは赤なんですけども、こういう波でいって、もうロシアは超えてますからね、ロシア1日1万ですから、このペースでいったらかなり の角度で増えていくだろうということは予想されます。まあ、そういうことで、今日ラテンアメリカのコロナウイルスの話をさせていただきましたが、そういう状況ですね。ですから、まあ、結構厳しい、感染者の 割には死亡者数が、比率がものすごく増えるっていうのは、救急車もない、もしも人工呼吸器もない国もありますんでね、どうなるかわからないということですね。まあそういうことで今日はこれで終わります。また明日またよろしくお願いします。